ボンジュール、みんな元気？モーニング娘。ワイエットの福村瑞希です。ジャパンエキスポパリ、楽しんでますか？私も行けるように頑張りたいと思います。バイバーイ。海外にもハロプロのファンがこんなにいてくれて嬉しい。ウゼットジェニオ、日本にも遊びに来てね。モーニング娘。ワイエットのハガアカネでした。モーニング娘。ワイエットの飯窪春菜です。ハロープロジェクトは今年で20周年を迎えました。ところで皆さんはハロプロのことをどれだけ知っていますか？ハロープロジェクト20周年クイズにぜひ挑戦してみてください。グッドラック。ジャパンエキスポパリにあのハロープロジェクトの物販ブースが出展しているということで、いや本当にありがたいと思います。本当にありがとうございます。そしてパリの皆さんもエリポンの可愛さに見とれちゃってください。はい、皆さん楽しんでください。モーニング娘。ワイエットの生田絵里奈でした。オールボワール。皆さんこんにちは、モーニング娘。ワイエットの加賀楓です。いつもハロープロジェクトの応援ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。メルシー。あなたの一番好きなハロプロの曲は何ですか？へえ、そうなんですね。モーニング娘。ワイエットの牧野マリアでした。バイバーイ。Bonjour! Hey guys, this is Miki Nanaka from Morning Musume 18. How are you? We are looking forward to seeing your video messages to Hello Project. Don't hesitate to record one. See you! あなたの一番好きなハロプロの曲は何ですか？へえ、そうなんですね。Morning Musume 18と兼カントリーガールズの森田素敵でした。バイバイ。ボンジュー、ジューシー、サクラ、オダ、フランスいいな、とっても楽しそう。私も行きたいです。待っててね。わー、もう一回行こう。皆さん盛り上がってますか？オーケーオーケー、わかんないけどさ、その調子、その調子だよ。そうですね、今日は本当に会いに来てくれてありがとうございます。以上、モーニング娘。ワンエイトの佐藤まさきでした。バイバーイ。こんにちは、モーニング娘。ワンエイトの石田由美です。いつもハロプロを応援してくれてありがとうございます。これからもよろしくね。メルシー。ボンジュー、ジューシー、横山レイナ、フランスいいな、楽しそう。私も行きたい。待っててね。